にちは、新州読書会の宮沢です。今日もプラトンの国家の続きを読んでいきます。第1巻の6章目から読み上げて紹介していきます。先に告知ですが、メルマガ登録を募集してますので、よろしければ、説明欄のところのリンクからご登録いただければと思います。あと Amazon 楽天のリンクも貼ってありますんで、そちらを1回踏んでいただいてお買い物していただけると、当読書会に紹介料が入ります。ご協力ください。では第6章読んでいきます。さあそれではと僕は言った。議論の相続人である君を教えてくれたまえ。正義についての正しい説だと君が主張するのはシモニデスのどのような言葉なのかね。それぞれ人のに借りてるものを返すのが正しいということですとポレマルコスは答えた。私としてはこれは立派な言葉だと思いますがね。なるほどと僕は言った。相手がシモニデスともなれば疑念を抱くわけにもなかなかいくまいね。ね。何しろ賢くて神のような人だから。しかしその言葉の意味は一体どういうことなのだろう。君にはポレマルコス多分わかっているだろうが、僕にはどうもわからない。だって彼の言うこと意味がさっき我々が言っていたようなこと。つまり誰かから何かを預かって返還を求められる場合、相手が正気でないのにそれを返すということではないのは明らかだからね。しかし預かってるものとは借りてるもののことに他ならない。これは確かだろうね。ええ、ということです。ここまでで切りますけども。前回からの続きで言うと、まあ、ケパロスに向かって行ったわけですね。あなたは、まあ、老年というのは正しくあれば、幸せだって言うんですけども、だから、生きてなた中で後ろめたいことがあると、年老えると心配になってくると。例えばお金を借りたまま、返さないで死ぬっていうのは、非常に後ろめたいってことを言ってました。そういうことで、なんか世の中に借りがあるような感じで死ぬと、死ぬっていうか老年を迎えると、まあ非常に心苦しいと。だからできれば借りを返したいと。で、お金はそういう借りを返せるから、あ、いいもんだっていうふうにケパロスが言ったわけですね。だけどあなたが言ってる正しさとか正義っていうのは本当の正義なんですかっていうことを言ったと。例えば頭のおかしくなった友達に武器を預かってて返して、でそいつがなんかそこら辺で銃乱射してたくさん殺した場合、武器を借りてた武器を返すってことは非常に危険なことなんじゃないかと、そういう極論を持ち出したんですね。そしたらケパロスがもうなんか嫌になっちゃって、もう疲れてきちゃったんですね。眠くなってきちゃったんで、なんかもう2階の自分の寝室に戻ってっちゃったと。あとは若い人でやってくださいみたいな感じで帰ってっちゃって、まあ息子のポレマルコスが議論を引き継いだということです。でシモニデスっていう詩人がいて、まあその人が言うには、人に借りてるものは返すことが正しいことだと。正義っていうのは貸し借りの問題だっていうふうに言ったんですね。契約をちゃんと義務と権利を遂行することが正義だって言ったってことですね。でこれに対してこれソクラテスはこれから反論していくんですね。だから一つの前提は貸し借り契約、まあそれは雇用契約でも社会契約でもいいんですけど、契約が正しい、約束したことを守るのが正しいんだっていうことですね。まあ、自然権の考え方はそうですね。目には目を、歯には歯をってことですね。貸し借りっていうのは、お前に借りがあるから一発ぶん殴るとかね、そういうのも貸し借りだってことですね。友の場合は、なんか、おごってもらったからおごり返すっていうことですけど、敵の場合はこの前殴られたからお返しだって言って一発殴るみたいなね。これも貸し借りですね。で自然権、ナチュラルライツ。の中にね、ハンブラビ法典じゃないですけども、目には目を、歯には歯を。一発殴られたら一発殴り返す権利がある。正当防衛の権利みたいなのがあるんですね。これがもともと自然権として人間にあるっていうことですね。で、借りてるものを返すのは正しいことだというのを、これはまあ、ポレマルコスは言ってるんですね。じゃあ、それは本当に正しいのかっていうことを、これから、ソクラテスが言っていくと。まあ、例えば相手が正気じゃないのに武器を返してやって、なんか大量殺戮に使われたってなると、まずいわけですね。
だから貸し借りをちゃんとやるのが正しいとは限らないんじゃないんですかって、そういうことを言い出したと。で、続きです。しかるに返還を求める人が正気でない場合は決して返しちゃいけないのだったね。その通りと彼ポレマルコスですね。すると、シモニーですが、借りてるものを返すのが正しいことだというのはどうやらこれとは違った意味のことらしいね。ゼウスに誓ってもちろん違いますとも、と彼は言った。シモニーデスの考えでは、まあ、シモニーデスってのは詩人なんですね。詩人で、借りてるものは返すのが正しいことだって言ってた詩人なんですね。シモニーデスの考えでは、人は本来自分の友に対して何か良いことをなし、悪いことは決してなさぬということを借りとして追っているということですから。なるほど、分かったと僕は言った。誰かから金を預かっても、その返還と受領が害になるような場合、しかも返す人と受け取る人とが友であるような場合には、それを返すことは借りたものを返すということに他ならぬことにはならぬと、そういうわけだね。君の言うシモニデスの言葉の意味とはこういうことではないのかね。確かにそうです。まあ、友達が頭に血が上ってて、預けてた武器返してくれっていう時に返してあげるのは、これは必ずしも友達のために良くないってことですね。本来はシモニエスは借りてるものを返すことは正しいことだとは言ってるんですけど、本当の意味は、友に対して何か良いことをなして、悪いことは決してなさないっていうことの方が重要なんじゃないかということを言ったんですね。ちょっと私思い出したんですけど、カラマーゾフの兄弟のミーチャが拳銃を借りに行く話があるんですね、確かね。拳銃をなんか友達に借りに行って返しに行く話なんですけどね、それを思い出しましたけども。なんか最後返しに行った時血まみれだったんですね。拳銃を質に入れてお金を借りて、血まみれになってその拳銃を取り返しに来たんですね。で、その拳銃で自殺しようと思ったんですけども、できなかったって話が、カラマーゾフの兄弟の中間、新潮文庫版の中間の最後の方に書いたんですけどね。まあそれは置いといて、ただ思いつきで喋っただけでした。友達の場合は、友達にいいことを返すと。で、悪いことは返さないと。そういうのが、借りたものを返すの本当の意味じゃないんですかって言ったら、確かにその通りですと。ポレマルコスは言ったということですね。で、続きです。ではどうだろう。敵に対しては借りてるものはどんなものでも返すべきなのかね。まさしくその通り。と彼は言った。いやしくも借りてるものである限りは。ところで、敵に対して借りとして覆ってるものは何かといえば、思うに、まさに敵に対してふさわしいものに他ならない。つまり何か悪いことをしてやることです。ということです。共には良いものを返すと、敵には、まあ、恨みを返すってことですね。前、不愉快なことをされたらそれを仕返しするってことですね。仕返しってことですよね。敵に対しては仕返しをすると。悪いことを返してやると。いうことですね。だから借りてるものは返すのは正しいことで、友達のことだったらいいことを返してやると。敵だったら、仕返ししてやるということだって、こう、ポレマルコス言い出したと。で、第7章です。ここから。すると、どうやら、と僕は言った、シモニデスは正義とは何かということを、詩人一流の謎めいた表現で語ったわけなのだね。見受けるところ、彼の真意は、それぞれの相手に本来ふさわしいものを返し与えるのは正しいということらしいが、ただ、このふさわしいもののことを、借りてるものという言葉で表現したのだから、無論それに違いません、ありませんと、彼、ポレマルコスは答えた。ということですって。貸し借りってのは物の問題じゃないと。本来相手にふさわしいものの貸し借りがあるっていうことじゃないんですかって言ったんですね。で、そのふさわしいものを借りてるものっていう言葉で表現したとは、あたかも実体のあるもののように、まあ、お金とか武器とか、嫌がらせとかそういう形で借りてるものっていう表現してんだけども、本当にふさわしい貸し借りの実態ってものは実は別のものを指してんじゃないかってことですね。ここからちょっと刑事上学っぽくなってくんですね。あの貸し借りをきちんとやるのは正しいと、その貸し借りの実態って何なのかって話になってくるんですね。で、その実態の正しさって何なのかと、それは実は物のやり取りじゃないと、もっと抽象的な、まあ、信頼関係だってことになってくるってことですね。ということです。
で、ソクラテスです。ではゼウスに誓って君に説明し質問させてもらおうと僕は言った。誰かがシモニデスに向かってこう尋ねるとする。シモニデス、医術と呼ばれているものは何に対してどのような借りているものを、すなわち本来それにふさわしいものとして何を与える技術のことなのだろうか。彼は何と答えると思うかね。明らかにとポレマルコスは言った。体に対しては薬や食べ物や飲み物を与える技術のことであると答えるでしょう。医術っていうのは何を返してんだと。借りてるものを、どのような借りてるものを、まあ医者と患者は何の貸し借りがあるんだってことですね。でそれに対してはポレマルコスは、まあ薬や食べ物や飲み物を与える技術、まあ健康な状態を与える技術ですね。まあ痛みとか苦痛を取り除いてやるってことが、お医者さんが、まあ、借りとして返してるってことですね。診療代をもらって、苦しみを、痛みとかを取り除いてあげるってことですね。で、健康な状態に促すと。これが、お医者さんがやってる貸し借りの問題だと。じゃあ、続きです。では、料理術と呼ばれているものは何に対してどのような借りているものを、すなわち本来それにふさわしいものとして何を与える技術のことか。料理に対して旨味を与える技術のことである。コックさん、寿司職人でも何でもいいですけども、この人たちはお客さんにどういうものを返してるのかと。それは美味しい料理の美味しさですねを返してんだと。1万円でフランス料理のフルコースを食べたとしたら、その1万円によって、美味しい味と快適なサービスを、まあ、提供してるってことですね。食べ物そのものの問題もあるんですけど、もちろんね、フルコースの料理ってのは、で、それにふさわしい、1万円にふさわしいものを返してると。医療であれば、薬を出したりはしてますけど、まあ、苦痛を取り除くっていうことを、お医者さんは患者に提供してると。料理人であれば、美味しいとか快適な空間っていうのを、提供しているということですね。で、それを踏まえた上で、続きです。ソクラテスです。よかろう。では、正義と呼ばれて叱るべきものは、そもそも何に対して何を与える技術であるか。で、ポレマルコスが答えます。これまで言われたことに準じて答えなければならないとすれば、ソクラテスと彼は言った。それは友と敵に対して利益と害悪を与える技術だということになります。ソクラテスです。そうすると、シモニデスは、友には良いことをなし、敵には悪いことをなすのが正義に他ならないと言ってるわけで、だね。ポレマルコス、そのように思います。では、聞くが、友や敵が病んでる場合に、病気と健康に対して友に良いことをなし、敵に悪いことをなす能力を一番持ってるのは誰だろうか。医者です。後悔をしている場合に海の危険に関しては、舵取り人、かっこ船長です。では、正義の人はどうだろう。どのようなことがなされる場合、どのような働きに関して、共に、利子、敵に害する能力を一番持っているのだろうか。戦いにおいて相手を攻撃する場合や、敵と味方と協力する場合だと私は思います。ということです。お医者さんは、患者に苦痛を取り除いてやるってことを与えるのはふさわしいことだと。料理人であれば、お客さんに、まあ、美味しいもの、快適なサービスを提供するのがふさわしいものだと。じゃあ、正義の人っていうのは、誰に何を与えてるのかと、ふさわしいものとして。っていうんですね。で、ポレマルコスは、友に対して利益を与えて、敵に対して仕返し、害悪を与えるのは、正義の人のふさわしいことだということですね。そういうふうに答えたんですね。それはシモニデスの言葉から、借りたものを返すってことからすれば、友には良きもの、敵には仕返しをするのが正義の人にとってふさわしいものということになります。まあ、こんなこと聞いてるとだんだんね、抽象的な話になってくるんですよ。対話の中から抽象化していくっていうのをやってですね、これがディアレクティケっていうことですね。弁証法っていうのは基本そういうことですね。実際に経験的なことから離れていくんですね。話してるうちにふさわしいものっていう抽象的なものだけ抽出していくっていう行為をやっていくのがディアレクティケ、対話ってことですね。それ弁証法ってやつですね。それを一人きりでやると弁証法って言うんですけど、まあ、二人でポレマルコスとソクラテスやってると、これ対話ってことになるんですね。で、
じゃあちょっと話を変えると、まあ友も敵も病気で病んでる時に、友を健康にしてやって、あるいは敵をにとどめを刺すと毒薬持って殺すのは、これ誰ができるんだっていうと、お医者さんができるということですね。で、まあ、後悔してると、海にいて、船が沈みそうだと、友を助けてあげて敵を溺れさせることができる、まあ、同じ船に乗ってる場合ですよ、あの友達を救って、まあ、敵を見殺しにすると、なんか救命胴衣がなんかね足りなくて友達には渡すと、で、あんまりいつも嫌いだった人には船長はあの浮き輪とか渡さないかもしれないですね。でこういうことができるのは誰だということですね。そしたら船長ですと、舵取り人ですって言うんですね。じゃあ正義の人はどうだろうと、どのようなことになされる場合、どのような働きに関して友に利し敵に害する能力を一番持ってるのかということになると、正義っていうのは戦いの時において必要になると、正義っていうのは戦争のために必要だっていうことになってくるんですね。ここが重要だってことですね。正義っていうのは技術の問題だと、でとりわけ重要なのは戦争になった時正義って持ち出されるんだってことを、これ言い出したってことですね。で戦いにおいて相手を攻撃する場合に、あるいは味方と協力する場合に正義っていうのは必要になると、まあふさわしいものを与えると、友達にということですという話になってくると、これは何のこと言ってんのかっていうと、お医者さんであればお医者さんに痛みがあっていくから、痛みを取り除いてやるってことが必要になると、お腹が減って美味しいものが食べたいと思ってレストランに行くから、まあ、フランス料理が出てくると、ふさわしいものとして。じゃあ正義でありたいって人は何のために正義を求めてくるかっていうと、それは戦争状態にあって正義でありたいから、正義の人を求めてくるわけですね。それは例えば政治家、正義を唱える政治家のところに、民衆が集まると、こんな戦争状態たまらんと、我々の正義は、正義を求めにお医者さんに行くみたいに、レストランに行くみたいに、正義を求める人たちが正義の人のとこに集まってくるってことですね。そういうこと言ってんですね。正義ってそういうもんだっていうことですね。で、続きです。よかろう。しかし、親愛なるポレマルゴス、病気でない場合に医者は無用だね。確かに、後悔していない場合には、舵取り人、船長は無用である。A。では、戦っていない人々に正義の人は無用であるということにもなるだろうか。決してそうとは思えません。そうすると正義は平和な時にも有用なものなのかね、有用です。ということですね。美味しいものが食べたいからレストランに行くと。で、病気だからお医者さんのところに行くと。それと同じように戦争状態じゃなきゃ正義の人のところに行かないんじゃないかと。正義って無用じゃないんですかって言ったら、ポレマルゴスはそうじゃないと。正義ってはいつも必要なんだって言い出したんですね。ってことは正義ってのは平和な時にも、必要だと。お医者さんは別に病気がじゃない時になくてもいいですし、レストランはお腹いっぱいの時に別に必要ないわけですけども、正義っていうのは平和の時にも必要だって言うんですよ。で、続きですね。農業の技術もまたそうだと言えるね。穀物の収穫のことに関してそうなんだね。同じように靴作りの技術も上げることができるね。これは履物を確保してくれることに関して有用なのだと君は思うだろうと思うが、確かに。それではどうだろう。正義が平和の時に有用であると君が言うのは一体何を使用したり獲得したりすることに対しに関してなのだろう。契約のことに関してです、ソクラテス。契約と君が言うのはつまり一緒に組んで何かをすることに他ならないだろうね。一緒に組んで何かすることに違いありません。ということです。農業の技術っていうのも、穀物がなってるから収穫するためのコンバインとか必要だってことですね。靴作りも、履くものがないと、靴作りが必要だと。だけど、正義だけが平和な時にも必要だっていうのは、俺はなんで必要なんだって言ったら、俺は契約を守るために必要だって言うんですね。正義っていうのは、みんなで一緒に生きていく上で必要だと。それは戦争の時にも正義は必要だけども、平和の時にも一緒に組んで何かやると。いうために必要なんだということを、これポレマルコスが言ってるんですね。ということです。ここで正義と
まあ、契約、社会契約の問題が出てくると、まあ、正義ってのは信用の体系だと、信用体系ってそれぞれの契約がちゃんと守られるっていう、まあ、例えば法律が守られるってそういうことですね。法の支配ってみんなが法を守るっていう契約の中でできてるわけですね。でそれが正義ってものを作ってるってことですね。だから私はあのグッドバッドシートっていうのを作ってるんですけど、統治機構っていうのは常に正義なわけですね。あの法に従うってことですよ。法に従うのは悪法も法だってことですよ。どんな悪い法律も守んなきゃいけないと。ソクラテスが最終的に毒牌を仰いだのは悪法も法だって言って仰いだわけですね。悪い法律を国家が作ってても、それはみんなで一緒に生きていく上で、組んで生きていく上で必要だからそうなってるんだって、それには服さなきゃいけないということですね。それが正義だってことになってっちゃうということになります。それはもうだから平和な時でも悪法は法だって言って守んなきゃいけないっていうのは正義だってことになると。だから正義って必ずしもいいことじゃないってことですね。でそのことはこれもずっと語られていくと、国家の言ってる正義っていうのはみんなで共同して生きていくためにあるもんであって、それ技術的な問題だっていうことですね。なんか抽象的にそのお医者さんが苦痛を除いてやるとか、料理人が美味しい食べ物を食べさせるとか意味でのものではないと。まあ戦争の時には正義が必要だけど、平和の時の正義ってまた意味が違うと。みんなで共同して生きていくための、まあ法の支配を基礎づけてるなんか信用の体系だってことですね。それが正義正しさってことになると、いうことですね。だからあの三四郎の広田先生の言った露悪偽善理論じゃないですけど、偽善者っていうのはいるんですね。力がないのに正義を言うと。悪法はやっぱり悪法だっていう人ですよ。正しいこと言ってるんですね、本人はね、頭の中で。だけどそれは誰も聞く耳持ってくれないんですよ。そういうのを持って偽善者ってことですね。その人が一人で語ってる正しさっていうのは、統治機構の信用体系から見ればわがままに聞こえるわけですね。エゴイズムとか、ということですよ。まあ極論で言えば、例えば子供が、貧困の子供がいるのはおかしいと、みんながお腹いっぱい食べられる世の中にした方がいいって、これは正しいですよ。ただ偽善に聞こえるわけですね。統治機構からすれば、全然お腹を空かせる子供以外のとこに予算をね、法律にのっとって予算を配分して、まあ例えば宇宙開発事業に500兆円ってことないよ、500億円かけるとすると、いやその500億円があれば多くの子供たちがお腹いっぱい毎日食べられて学校にも行けると、そういう予算に使えって言うんですけども、でも宇宙開発に500億円いますよね。使ってる、今も使ってると思いますけど、なぜ使うかって言ったら、統治機構にとっては、その500億円って必要だっていうのはみんなで共有されてるということですよ。で、誰かがその500億円で、ね、食べ物買って子供を食べさせてあげようって、これは正しいですよ。でも正しいこと言っても、そっちに使うってことは、まあ、すぐにはなんないですね。ずっと粘り強くやってりゃなるかもしれないですけども、なぜそうなんないのかっていうのは、お腹を空かした子供に食べさせようっていうのは偽善だからですね。正しいんですよ。正しい、言ってることは正しいんですけども、その正しさっていうのは、その法の支配とか統治機構とかの世界の中から見ると、それを言ってる人が多数派を占めない限りは正しくないってことですね。多数派を占めて法律を変えるんであれば、その宇宙開発の予算500億円を子供の貧困対策に使うでしょうけども、そうならないってことは、世の中全体の利害から考えれば、宇宙開発に使った方が、まあ、利益が多いっていうか、まあその方が有用であるって思ってんですね。子供はお腹を吸った子供より、なんか気象衛星とかなんか打ち上げてる方がまだ社会全体の利益だと思ってんですよ。ということですよ。で、2つを比べればですよ、お腹すかしてる子供と気象衛星を比べれば、お腹をすかしてる一人の子供の尊厳を守れって言いますけども、社会全体からすると決してそうはなってないってことですね。
だけど思い込みのある人はその子供一人でも飢えてる子も一人も絶対救ってやんなきゃいけないと。キリスト教でいうその一匹のまねストレイシープを助けるってねいうのは、それは頭の中の正しさとしてはこれは正しいんですよ。正しいけど、ただ世俗的な問題として正しいかどうかっていうのは別だってことですね。キリスト教っていうのは心の中での正しさは心の中で持ってろっていう宗教ですから、それを何も無理に世俗で実現しろなんて言ってないわけですね。で、そういうとこで分かれてくると、頭の中の問題と世俗の問題が分かれてくってことですね。で、このソクラテスの言ってるのも、まあ、正義だ正義だって言ってるけども、実は正義ってのは世俗の中では、契約の問題になっていくと。みんなでなんか一緒にやって、ある程度妥協していくところに正義があるんだと。もっともらしい理由として正義が持ち出されるっていうことを、これだんだん言っていくわけですね。ということです。で、続きです。では、一緒に碁を打つ仲間として優れている有用な人物は正義の人だろうか、それとも碁の専門家だろうか。碁の専門家です。それなら、レンガや石を積む仕事を一緒にする仲間としては、正義の人よりも、は建築家よりも有用で優れているだろうか。いいえ、決して。それなら、一体何を一緒にする場合に正義の人は、建築家や建事の専門家よりも一緒に組んで行う仲間として優れているのだろうか。ちょうど建事を演奏する場合には建事の専門家の方が正義の人よりもそのような相棒として優れているのと同じような意味でだ、ということです。で、それはお金に関する場合だと私は思います。ただしソクラテスですね。ただし、おそらくポレマルコス、お金を使用する場合は別だろうね。例えば、一緒にお金で馬を買ったり売ったりしなければならないといったような場合は、そういう時には僕は、思うに、馬事、馬の専門家の方が、そうなのだね、どうだね、どうだね、と言います。一緒に組んで何かをやる場合に、正義が必要だと、平和の時も、っていうんですね。だけども、一緒に何かするときに専門家の方が有用な場合が多いんじゃないかと。碁を打ってるときに有用な人は囲碁の棋士なのか正義の人がどっちかって言ったら、それは囲碁の棋士ですね。レンガや石を積む場合、正義の人と建築家とどっちが、まあ、職人さんはどっちが重要かって言ったら、職人さんは重要ですね、有用ですね。で、一体何をする場合に正義の人は必要なんだっていうと、お金に関するときに必要になると。お金っていうものを使った信用秩序ってあると。信用秩序を保つためには正義が必要だと。いうわけですね。ポレマルコスも。だけど、まあソクラテスは、でもお金に関しても専門家がお金をうまく使う場合があると。例えば財務官僚とか経済学者っていうのはお金の専門家であると。だから、国民の税金を彼らに任せて、使い方を決めてもらうってことは、まあ正しいってことですよね。だから、まあ、馬の場合だったら馬の専門家にお金渡していい馬買ってもらった方がいいと。お金を使用する場合は別だと。お金っていうものの信用秩序を保つために正義は必要ですけど、お金を使う時には専門家に任した方がいいってことですね。で、お金っていう信用体系そのままの作るの、まあ、の土台になってるのは正義だってことですね。で、その正義は平和の時に必要だということなのかっていう話をするんですね、これからね。で、続きです。また船の売買の場合なら、船を作る大工や舵を取る船長の方だね。そうでしょうね。それでは一体何のために金や銀を一緒に使わなければならない時に正義の人は他の人々より有用なのだろうか。お金を預けたり保管しなければならない時です。ソクラテス。ということは、つまりお金を何も使わないでそのまま置いておかなければならない時ということだね。確かに。してみると正義というものはお金が不要である時にこそ初めてそのために有用である。ということなんだね。どうもそういうことになるようですということです。お金が使い道がなくて、そのまま保管しておかなきゃいけない時に正義が重要だってことですよ。お金の価値を担保するために正義が必要だと。で、最終的に今日本でも世界各国はお金の価値を担保してるのは国家なわけですね。例えば、まあ日本の通貨も、あるいは日本の国債ですよ。というのは日本国家が担保してくれると。だから、みんな国債買ったり、
本当はですね、日本の紙幣を信用しなかったら実物資産買った方がいいわけですよ。タンジブルアセットってやつですね。金とか銀とかですよ。ああいうの買った方が、日本国家を信用しない人は金とか銀とか買い込みますよ。で、なんか、自分ちのでかい金庫作ってね、地下室かなんかに、ね、金塊を貯めときゃいいわけですから、国家を全く信用しなければですよ。そうやってやりますよ。ただ、今みんなそんなことやってないわけですね。銀行に預けたりしてるわけですね、お金。なぜかっていうと、国は最終的に保証してくれると、お金の価値を、使ってないお金の価値を保証してくれるのが国家だと。それは国家がお金が不要であるときに、それを正しく信用秩序を正しく保ってくれると、みんなが信じてると。国家に対する信用とか社会契約があるから、お金の価値っていうのは1万円は1万円札として流通してるってことですね。そういうことにつながる話をしてるんですね。ということです。じゃあ正義は何のために必要だっていうのは、お金を預けたり保管するため、お金を使う目的のないお金をそのまま置いとくときに、正義っていうのは必要だと言ってんですね。正義というものはお金が不要であるような時にこそ初めてそのために有用だと言ってますよ、はっきり。で、続きです。どうもそういうようになってるようです。そしてカバンを守ってしまっておかなければならない時も、正義は皆のために、自分のためにも有用であるが、一旦それを使わなければならない時、有用なのはブドウを刈り込む技術だということになるね。さようです。さらには盾にしても琴にしても、それを盤して守るだけでは全然使わなくていいような時には、正義は有用であるが、それらを使わなければならないとなるのと、有用なのは武術であり、音楽の呪術であると、こう言わなければなる前ね、そう言わなければなりません。そして他のあらゆるものについても、正義とはそれぞれ物の使用にあたって無用、不要にあたって有用なものとなるわけでだね。どうも、そういうことになるようですということですね。結局じゃあ今まで言ってた正義っていうのは、お金を使わないで貯め込んでいくときに、正義ってのは重要になるってことを言ったと。それは、鎌っていうのは、鎌として家に保管していくときは、みんなで使えるように、いい状態で置いとくってことで有用だけど、でも、ブドウを刈り込むとなれば、そのブドウを刈り込む専門家が鎌を使った方が価値が出るってことですね。で、盾でも琴でも、盾っていうか、まあ、武術でも、音楽でも、それに使う、まあ、ストラディバリウスとかありますよね。ああいうのは保管していくときに正義は必要だと。ちゃんといい状態で。ただ使用するときはバイオリニストに渡してあげた方がいいってことですね。正義はバイオリンを使わないときにバイオリンを守るために必要だと。ちゃんと然るべきとこに保管して管理してくれる、お金を渡して、ね、管理してくれると。管理してくれなきゃ、なんか湿気の多いとこに置いてね、見たらなんか、バイオリンにカビが生えてたみたいなことになっちゃまずいわけですね。で、ちゃんと管理するときに正義は必要だと。だけど、そのバイオリンを弾くとなったら専門家が必要だと。で、正義っていうのは、使用にあたって無用、不要にあたっては有用なものということですね。正義を行使するときには正義なんていらないと。だけど、平和を守ってる時には、まあ、だから戦争の時には正義は持ち出されますよ。その使用価値があるってことですね。だけど平和の時は、正義って別に使用価値がないんですよ。信用体系の土台になってるだけだってことですね。だから我々が今生きてる世界の中での正義っていうのは、戦争状態に行けば戦争をやる名目が必要なわけですね。それが正義ですよね。まあ、例えば北朝鮮が核攻撃してくると、だから防御しなきゃいけないんだっていう議論があるとすれば、それは戦争状態になれば、なんかミサイル撃ち落とさなきゃいけないから、ミサイル防衛システムは正しいんだって話になりますよね。国民の生命と財産を守るために、それは戦争っていう状態になったら正しいってことですよね。その正義はですよ、ミサイル防衛システムを持つっていうことが正当化されると。だけど、全く戦争状態が想像されないときに、ミサイル防衛システムを高いお金出してアメリカから買うっていうのは、
これは意味がないわけですね。それよりも、そんなこと言うなら飢えてるお腹を空かした子供たちにミサイル防衛システム買う分のお金を使ってくれって話になると、平和な時は国を守るっていう正義は不要になるわけですね。それよりもみんなが安心して安全に暮らせる生活の方を求めると。で、正義っていうのはその一国の状態で、戦争状態にあれば、安全保障っていうのは正義になるわけですよ。だけど平和な時には国民の生活を向上させるとか、あとは金融秩序を守るとか、そういうことが正義になるってことですね。ということですよ。逆に言えば戦争だったら別に金融秩序なんて、銀行から、今戦争状態なんで銀行取り付け騒ぎが起こっちゃうんで、最大5万円しか ATM で下ろせませんって言えば、それは正義になるわけですよね。だって戦争状態って特殊な状態にあるから、5万円までしか引き下ろせませんっていうのは正義ですよ。だけどこれ平和の時に急に5万円までしか引き下ろせませんって言ったら、これ取り付け騒ぎになりますよ。信用秩序がおかしいと思いますよね。みんな自分の預金が全部なくなっちゃうかもしれないと思って、銀行に殺到して全部金を下ろさせてくれって言って、窓口で暴れますよね、みんなね。で、戦争状態だったら暴れるかもしれないですけども、平和な状態でいきなり何の理由もなくですよ、預金の払い戻し制限が起こったら、それみんな怪しいと思いますよね。もしかしたらお金が紙切れになっちゃうんじゃないかとか思いますよね。ということですよ。で、取り付け騒ぎが起こると。だけど戦争の場合だったら、戦争ってなんかミサイルが飛んでくるとかね、なんかどっかと戦ってる状況ならやむを得ないって、その正義に説得されるっていうのはあるってことですね。だから正義っていうのは、使用にあたっては無用、不要にあたっては有用なものということになるんじゃないのかと。そういうふうに抽象化したことを急に言い出したってことですね。で、そんなことでだんだんなってったと。最初は借りたものを返すのが正しさ、正義だって言ってたけど、そこからだんだん正義っていうのはシチュエーションによって違うんだと。戦争の時の正義と平和の時の正義は違うんだと。戦争の時の正義っていうのは、自分たちの身を守ることですね。戦うことが正義ですよ。だけど平和な時の正義って戦う相手がいないんですから、信用秩序を守ることが正義だということになるんじゃないかという話を、これはソクラテスをしているということです。だいぶ抽象的なことになってきて頭痛くなってきますけども、ここまで読んでも、もうヨーロッパの国家観って違うわけですね。国家ってものは戦争の時には正義を訴えて戦いますよ、いかなる時でもね。今安全保障って言ってますけども、アメリカが戦う正義っていつも掲げますよね。イラクとかに攻撃してね、核兵器、大量破壊兵器を持ってるから、フセイン政権倒すって言って攻撃したわけですよね。で、後で見てみたら大量破壊兵器なんかなかったわけですね。正義を訴えて有志連合で攻撃して、後で、いや実は間違ってましたって謝ったわけですね。あの頃からアメリカの正義ってのは揺らいできてるわけですね、ずっとね。なんか正義だって勝手に言ってるだけで、うさんくせえなっていう話になってきたということですよ。だけどアメリカがその平和の時に守ってる信用秩序ですよ。世界的な、基軸通貨ドルか、ドルっていうのを正義によって支えられてるわけですね。それは平和の時の正義だと。でも、もしかしてですよ、これからドルがカビ切れになるんじゃないかっていう瞬間が、みんなが怪しいなって思った時に、アメリカの平和の時の正しさっていうのは崩れていっちゃいますね。信用体系っていうのは崩れていくと。で、リーマンショックとかそれにひびが入ったわけですね。金融恐慌が起こると、そうするとドルってものの価値が怪しいってなるわけですよね。そういう時、平和の時の正しさが揺らいでくると。アメリカ、今のアメリカはなぜ覇権国として衰退してきてるのかって言って、2つの意味で正義が破綻してるからですね。イラク戦争をやって言いがかりつけて、実は大量破壊兵器なかったっていう、正義のために戦争してるっていうのは、嘘だったとは言いませんけども、実はなんかどうも怪しいと。で、もう一つは、世界の金融秩序の守護神であるようにやってたけども、実は自分のとこから足元から掘り崩されて、アメリカの
まあ例えばですよ、アメリカの企業とか粉飾決算してるとあるかもしれないですね。あるいはアメリカの財政赤字は、まあ、なんか500兆ドルぐらいあるんですよね、多分ね。すごい赤字あるんですけども。まあ、アメリカの米国債買ってるわけですよ、日本もアメリカも。価値があると思って買ってるんですよ。でもある日、いや、実は売ろうと思っても売れないって分かった時に、まあ、紙切れだったってことが分かりますよね、アメリカ国債ってね。それが分かっちゃった時に、アメリカが支えてた信用秩序の正しさっていうのは、まあ、崩れていっちゃいますよね。で、その二重の正義、戦争の時の正義も平和の時の正義もだいぶ怪しいんじゃねえのって話になってると、今のアメリカってのはですよ。で、それを信じてずっとねついてってる日本、まあ、日米同盟っていうかね、日米安全保障条約でアメリカと緊密にずっと連帯してきた日本も、アメリカの調子が悪くなってくると自国でやってることの正義が揺らいできますよね、ということに今なってるってことですね。そういう話まで拡大しようと思えば できる話を、これはソクラテスは基本的なところから話してるってことですね、ということになります。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。